こんにちは、毎度おなじみですね、伝説のサオシこと、ミスタージゴロでございますけども、ね、今日は天気も良くてですね、気持ちいいすがすがしい、朝でございますけども、今日はですね、ボートレース尼崎さんの方で、お邪魔しております。見てください、広くて綺麗なね、綺麗なカエルね、いますけど、このあのカエルの名前が、何ですか、センプル君、センプル君というカエルでございましてね、ガマガエルなんですかね、どうなんですかちょっと分かりませんけども、今日もですね、総理大臣杯 PR キャンペーンでですね、ミスタージゴロがやってまいりました。早速ですけども、ちょっとお金の方をちょっとね、いただきたいと思いますけども、あ、これですね、YouTube で見ていただけると再生回数が伸びると、これ別141回あんまり伸びてないですね、これ全然誰も見てないじゃないですか、ほとんどスタッフがしか見てないっていう。購入資金1410円、ちょっと少ないです。昨日使わなきゃよかったですね。まあしょうがないですね、まあ1410だから1400円かけれますね、12レースに。まあ今日も12レース、456の1点張りで買ってみたいと思います。で早速行ってみたいと思うんですけど、お金もらえますか今。じゃあ1410円、購入資金少ないんで、うん、あのグルメレポートは、いや、グルメレポートはいやします、自腹でお願いします。自腹とかいいよ、こうって。とりあえず、まあ、ここにお金がありますんで、1410円、細かいですね、また10円ばっかりなんですか。だんだん制作費の方もだんだん減ってきてんじゃないかと思いますけども、まあ、今日頑張って、12列今日こそちょっと取りたいですね。今日は12列なんか面白い456可能性があるということで、ちょっとテンションが上がってしまってるんですけどね、頑張っていきたいと思います。早速行ってきました。どこから来ますかね。そのなんかインフォメーションっていうのはね、ちょっと行ってみましょうか。やっぱ聞かないと分かんないんでね、いろいろ。こんにちは。あ、もう可愛いね、女の子いますけどね。で、可愛いらしくてね、ちょっとお邪魔してみましょうかね。ちょっと入ってみましょうかね。うわっとね。あ、これはちょっとボートらしいです。ちょっと見るか。プロペラのね、これは。いろんな人のプロペラはね、自分で作るんですよね、多分。自分でやるの。今はもう持ちペラ制度じゃなくなります。あ、違うんだ。これは持ちペラの時に。これ持ちペラって。そうですね、選手が高いですよ。器用ですね、皆さんね。これは尼崎のゆるキャラ、トミニャン。これ誰ですか、これ。トミニャン。亡くなった方ですか、これ。亡くなったよね。現役でね。トミニャンさんね、いますけど。あ、そうなんですか。あ、じゃあ偉い方でね、トミニャン、ゆるキャラでね、ゆるゆるなんですか。そうですね。チャランポラン。チャランポラン。チャランポランのね。まあ、一言で言うとバカなんですね。まあ、あの大阪弁ではチャランポラン。チャランポランで、なるほどね。まあいい表示されてますけどもね。まあそういうわけでございます。あえて女の子に一切触れずに行きたいと思いますけどですね。触れた方がいいですか。触れますか。はい。こんにちは。もうちょっと無理やり絡んでいただいたら見てたいんですけども、尼崎ボートにやってきたんですけども、はい、お姉さんたちはどういったお仕事されてるんですか普段。ちょっとインフォメーションで、もちろんちょっとこちらの方に行ってもらっていいですか。もちろんこちらの方に行っていいですか。明らかに上がってますからね。明らかに上がってます。誰かOK な方おられますか。いや、お姉さん OK な方、 OK な方いなかったらどういうことですか。交渉してる、交渉してる。嫌です、嫌です、嫌々来てます。こんにちは。こんにちは。お姉さんはここでどういったお仕事されてるんですか。インフォメーションの業務をしてるんですけど、ポイントカード、今みたいに、ね、押しに来られた方の景品の交換ですとか、うん、あとはもう協定のルールの方、説明させてもらったりはしてるんです。なるほど。あ、じゃあついて回ってる、お客さんにですか、うん、ではなくてお客様にここで教えると、はい、来ていただいて、ルールも分かんないお客さんでも親切に教えてくれると、はい、こんな綺麗なお姉さんがいろいろ教えてくれるといいですよね。そうですかね。ものすごいいろんなこと聞かれるんじゃないですか。そうですね。どんなこと聞かれましょうか。もう船券の買い方とかルールの説明とか、あとマークカードの書き方ですね。あれ書き方難しいですもんね、知らない人はね。そうですね、やっぱり間違えてエラーで帰ってきて買い漏れたりってことがあったりするんで、その辺丁寧に教えてくれるということで、はい、何年ぐらい働いていらっしゃるんですか、お姉さん。私はもうまあ6年ぐらいです。結構もうベテランじゃないですか、6年ありがとうございました。はい、頑張ってくださいね。はい、ありがとうございました、ね、すいませんね、迷惑かけたと思いますけども、もう来ませんのでね。ありがとうございます。本人材来ないんで、もうありがとうございます。行ってみましょうかね。綺麗なお姉さんでね、本当に素晴らしい。
はい、そういうわけでね、楽しいインフォメーションでしたけどね、次はどっち行きますか、どっちでもいいですか、とりあえずまあせっかくなんで、あの水面ってちょっと見てみましょう、一回ね見てください、これ天気がいいから気持ちがいいですよ、これやっぱなんか、若いお姉ちゃんと来てみたいですね、こういうね、綺麗なとこはね、あ、いいですね、ちょっとここから入るように、ちょっと入ってみますか、ね、いやすごい人ですね、これはちょっと上行ってみますね、あれ、12レースまで、まあ、まだまだ時間あるんで、これはどっちに行く、あ、いろいろ、あ、食堂がありますね、うん、これは広くて綺麗な食堂です、見てください、とりあえずまあ、お金もあんまり今日はないんでね、無駄遣いちょっとできないので、僕もう一個上行ってみましょうか、ここ3階でございますけどもね、ここも広いですよ、ここ見てください、これあ、ここはあれですね、上から見れるとこですね、あ、すごい人です、まあ、とりあえず上行ってみましょうか、広いんでちょっと急ぎ足でね、紹介していかないとなんですかね、こんにちは、どうも、どうもこんにちは、ありがとうございます、そんなんじゃ真似られへん、可愛いお母さんです、これ見てください、可愛い、ちょっと見てください、お母さん、ちょっと何年ぐらいやられてるんですか、今日は、あの、何年ぐらいやられてるんですか、ボートは、ボート、うん、もう何十年とやって、何しに来たかよく分かりませんけど、ありがとうございます、お父さんもね、本当にありがとうございます、ね、皆さんキャラがね、もうものすごく濃いですよね、モザイクかけながら映れないんじゃないかなと思いますけど、と言ってみましょうかね、キャラクターが、はい、ね、あ、ここからここからちょっと上に上がれるみたいで、ちょっと上がってみますかね、ちょっと行ってみましょう、ここ綺麗なんでね、こんにちは、ね、ミスタージゴロです、毎度おなじみミスタージゴロでございますけど、ちょっとお邪魔していいですか、こんにちは、綺麗なお嬢様がね出迎えていただけると、こんにちは、ここは素晴らしいですね、見てください、第8レースの払い戻し金をお知らせ、2着これもファーストクラスですよ、3着5番入るのいくらぐらいになる、2連勝単式、ね、13450円、2連勝優雅ですよ、13430円、2人座れるからいいですね、これね、カップルでね、うん、さっきのインフォメーションのお姉ちゃんにちょっと横座ってもらおうかな、ね、いくらぐらい払ったらやってくるんですかね、ん、2万円高えな、60分2万円、フィニッシュはどこですかね、なんか言ってんじゃないよ、もうテレビモニターもあるしね、いろんな平和島とかね、琵琶湖の全国のボート場見れるね、すごい、で尼崎見たかったら尼崎見るっていう、あ、このタッチパネル見ながら、あとこう見てください、このすごい圧巻ですね、これはね、ぜひ一度皆さんね来ていただきたいですね、やっぱりここにやっぱりね、若いお姉ちゃんがいないとやっぱりちょっと格好なつかないでしょ、ミスタージゴロなんだから、まあ、カップルシートみたいなね感じなんで、ちょっと急遽あの女性の方にね、来ていただいたんですけど、うん、顔はちょっと NG ということでね、うん、まあ、中の中ですね、ありがとうございます、目が笑ってませんけど、まあ、可愛らしい、ご結婚されてるんですか、募集中です。婚活中です。婚活中らしいんで、もしね、彼女とちょっとお付き合いしたい方はね、ぜひ応募してください。応募ね、メールで。クイズの答えと一緒に。そう、クイズの答えと一緒に彼女とお付き合いしたい方はぜひお願いします。どんな方が好きですか。普通の人ですかね。普通の人がいいらしいです。笑ってますけどね、はい。普通の人っていうのはまだ難しいですけどね。可能性はあるってことですね。あるんじゃないですかね。肩おごりますよ。お願いします。完全ポイントか。はい、すごいやっぱ素晴らしいシートでございますけどね。なんかいろんな割引もあるみたいなのでね、ぜひ優雅にね、ボート観覧してみてはいかがでしょうか。ね、1000円か2000円ぐらいでね、1日入れるということでね。素晴らしいですけど。さっき言った女の子じゃないですか。さっき言ったお姉さんじゃないですか、可愛らしい、ここにも行ってます、やっぱり運命の出会いなのかも分かりませんけどね、運命ですね、これはもう僕のセンプル君もちょっとプルプルしてきたんでね、ちょっとね
僕のセンプル君どうしましょうかね、これね出していかなきゃいけないなと僕は思ってまして、ちょっとせっかく尼崎なんでね、ちょっと本当甘噛みしていただきたいなっていう気持ちはすごくあるんで、ジゴロの録画取れた状態ですかね、よくわかりませんけど、ね、すいませんね、ほんとね、バカなことでもないです。優しいですね、お姉さんね。そうですか、すごい優しいですよ、お姉さん、ね、僕のセンプル君がね、今すごくセンプル君に海綿体がすごく、まあ、行きましょうか。すいませんね。はい、いってらっしゃいませ。わかんない感じ。ありがとうございました。あ、いいです。こういうところでやっぱゆっくり見たいですね、やっぱりね。カップルと来れば割引とかあるみたいですよ。だからぜひ彼氏、彼女と若い方もね、いっぱい一度来てみたらいかがでしょうかね、うん、そろそろもういい時間なんで、ちょっとその船券をね、噛んでた、そろそろちょっと船券を買いに行きましょうか。一点買いですからね。マークカードをお入れください。ありがとうございました。投票券をお受け取りください。ジゴロさん今見えたんですけど、画面見えたんですけど、一点買いじゃなかったです。広い意味で1点買いですよ。広い意味で、4、5、6の広い意味で1点買い。もっと広い心でやりましょうよ。3点買いって言ってないじゃない。4、5、6絡みの1点、広い意味での1点買いですよ。広い意味で4、5、6絡みのもう金がもうなくなってきてるんでね、これぶっちゃけ言うと、再生回数も全然伸びないんでね、これね、誰も見てないんですか、あんなもんは。誰が見んだ、あんなもんは。なので、まあ、ちょっと3点買い、固くちょっと3点買いでね、ちょっと500円ずつちょっと3点買いしましたので、ちょっとそれで100円だけちょっとなんか食わなきゃいけないんで余らせてますんで、まあ、ちょっと準レースまでちょっと探検してみましょうよ。ねねえ、お父さんね、片子行かなきゃいけないで。はい、そういうわけでございましてですね、尼崎のレース場にはですね、名物の、美味しいたこ焼きがあるということでですね、こちら、もう美人ばっかりでね、本当若いお嬢さんばっかりでね、1個100円、これ安いですね。ちょっと買ってみたいと思います。ジオロさん、1個ください。ジオロさん、入場料立て替えてるんで、ちょっとここからは入場料立て替えてる。ちょっと自腹でお願いします。あ、自腹で買うよ。ビリビリって、じゃあちょっと1つください。はい、美味しそうですね。はい、美味しいですよね。これ中に何が入ってるんですかね。こんにゃくです。こんにゃくが入ってる、はい、珍しいですね、これ。ちょっとあったかいところでね、卵とエビとこんにゃくが入ってるという、ちょっと食べてみましょう。うん、寒くないですか。うん、それ美味しいです。なんて言うんだろうな、素朴な味って言うんですか。うん、うまっ。たこ焼きね、いいネーミングですね、これ。本当に当たりますように。当たったらいっぱい買いに来ますから。はい、お願いします。美味しい、いや本当にありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。これは当たるわ、これ当たりそうです、なんか。はい、当たりだこ、ね、当たりだこ、いいですね、縁起がいいですね。タコ入ってないんですけどね。うん、ちょっとここはなんか縁起がいい神社があるみたいなんですけど、一応験担ぎということで、ちょっとお金ないんで、ちょっと気持ちだけ入れてきます。体が健康になりますようによろしくお願いします。これで体が健康になるようにって、一応全然違うじゃないですか。お祈りしてきたから、一応まだ来るんじゃないですか。もう時間がない、もうすぐ始まるでしょ。行こう、とりあえず絶対行く。もうそろそろ来ないと、もうこれもう話にならないんでね、うん、神社も行ったし、これはもう安心して見れるでしょ、これは。こんにちは。
長寺佐々木座高低感は満たしてくれる直江康の立ち方が囲碁低の方向となります。バック戦という形で先頭は捉えた一号寺佐々木の指定先頭最後まで分かんないですからね。野球は2アウトからって言いますから。まあご覧の通りですよ。かすりもしなかったというですね。営業通常営業でね、本日もですね、尼崎の夜が増えていくわけでございますけども、まあ、一応見てみますか。わかんないよ、5、4、6来てるかもわからない。一応見てみましょう。3、1、4、3着、4番、2連勝短式、4、360円、まあまあまあ、拡大連勝取りましたね。取った取った3、4、270円、取った1、4、180円、ハム取れてましたけどね。まあ、そういうわけでございましてね、尼崎ボートレース場にね来ましてですね、まあ結果はちょっと取れませんでしたけども、非常にたこ焼きも美味しかったですし、あとインフォメーションの女の子も綺麗でしたしね、あとねやっぱり皆さん親切な方ばっかりですね、そこがちょっとあったかかって良かったかなと思っております。まあ残念でしたけども、ぜひねちょっとプライベートであそこの綺麗な場所あったじゃないですか、展望台みたいなとこ、あそこ非常にいいんで、皆さんぜひお近くの方は遊びに来ていただきたいと思ってますんでね、みたいな感じで取り繕ってもいいですかね。こんな感じでありがとうございました。また来週九州ですね、九州方面に行きますんで頑張ります。ミスタージゴルでございました。さよなら。変なキャラになっちゃった。リンゴキャラみたいな。失礼します。俺がミスタージゴロ。もフライングじゃ No, 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 no 入りた胸が高鳴るよね。入りた夢にかけたいんだ。一か八か九か六か男に生まれた以上 I'll never give up。 俺こそミスタージゴロ。コントね、あんまりヒントなんかそうですね。まあ、分かりやすいことで言うと時計2つですけど、これもろいいヒントでございます。分かるわ。